困ったことは、ゆかりさんに何でもお任せ。便利屋ゆかり、社長のゆずきゆかりです。じゃあ、私の晩ご飯を作ってください。あら、あかりちゃん。今回はまきさんじゃないんだね。美味しいものが食べれると聞いてやってきました。美味しいもの、この世界にはない気がするぞ。鉄板や銅線を食べると言うなら話は別だけど。鉄板焼きなら食べたいです。鉄板を焼いたもの、つまり鋼鉄だな。まあ、あかりちゃんはこの実況が終わったらサイゼリアに連れて行ってあげるとして。わーい。現在は合金処理の研究を行っています。でんでんでん、ということで研究が終わりました。この合金処理で追加されるのは金属混合炉です。石の炉の色違いですが、合金の作成に特化した炉です。作成レシピは石5個です。石の炉と一緒です。石の炉と金属混合炉を相互に変換することもできるみたいですね。この炉で作ることのできる合金、それは、ブロンズプレートです。最初に作る合金といえばやっぱりそれですよね。銅板を3枚、鈴のプレートを2枚合わせて、ブロンズプレートが5枚できます。何？銅3枚と鈴1枚ではないのか？マイクラ工業だとそうなんですけど、現実世界の配合比率ってどうなんですかね。青銅だけに。古本。ゆかりさんに連れて行ってもらう場所が焼肉食べ放題にレベルアップしたのは確定として、どこに設置しますか？ちょうどいいことに、鈴のプレートと銅板が近くを流れている場所があるんですよね。ということでそこにブロンズの生産ラインを作りましょう。混合炉には燃料も必要なので、木質ペレットを採用して、混合炉をバババーっと並べていって、インサーターをポメラニーっと並べていって、何ですかその擬音は。そしたらインサーターを動かすために小型電柱を。バボーン。だからさっきから何なんですかその擬音。そうだよ、コンベアを2列敷いて、インサータもみっちり並べたら、小型電柱を置く場所がないじゃないか。小型電柱の給電範囲の狭さが問題となっていますね。ぐぎぎ、早く中型電柱が欲しい。仕方がないので今回は、みっちりと並べず隙間を作って設置しました。炉のような2ブロック幅しかない装置で、3種類以上のアイテムを使うときは、こういう設置をしなきゃいけないですね。めんどくせえ。まあ、そんなトラブルはあったものの、無事にブロンズプレートの生産が始まりました。ところで、このブロンズプレートって、何に使うんですか？にゃぴ。作れるってなったから作っただけです。まあ、ブロンズだから大量に使うのは間違いないだろうし、今から作っておいて問題はないのだ。先生、それを人間は、見切り発車というのです。先見の明と言いなさい。では次の研究へと移りましょう。ウッドプロセッシング、木材を処理してアーダコーダするやつです。アーダコーダ、その内容とは？どうやら、木材を加工して樹液、それを加工してゴムを作れるようですね。ゴムか、さすがに食べられないな。やはり食べることしか能がないのか。ということで、木材を組み立て機で加工して、樹液コトレジンを作りました。その樹液を、石の炉で精錬すると、ゴムが手に入ります。炉の燃料である木質ペレットも木材から作るので、すべてが木材で完結しますね。やはり木材が万能すぎる。木材は神様ですから、あかりちゃんも、木材教に入信しませんか？食べれないので嫌です。そんな、まあ、木材の消費がマッハで有頂天になるので、温室にさらなる手を加えた方がいいような気はしていますが。ところでこのゴムって、何に使うんですか？先見の明です。またかい。あかりちゃん、いよいよまずいことになりましたよ。どうしたんですか？金属混合炉に、ゴムを精錬するための石の炉、汚染を撒き散らす装置をたくさん追加していった結果、もうすぐ、汚染がバイターの巣に届いてしまいそうです。うわ、巣に届いたら、バイターが怒って工場を襲撃してくるんですよね。そうなの。それで機械をいろいろ壊されると面倒なので、今から、バイターの巣を潰しに行こうと思います。つまり、ゆかりさんが虫に食べられちゃうかいってことですね。ちゃうわい。とは言っても、今の装備では多分返り討ちに遭うだけ。なので装備を強化してから、巣の殲滅に行きましょう。まずは、必要な研究をどんどんやっていきます。化学処理1の研究を実行。それから、電子工学の研究を実行。そして、緑色のサイエンスパック、搬送サイエンスパックの研究を実行。さらに、電気分解1の研究を実行。そして、鋼鉄加工の研究を実行です。うわぁ、一気にいろんなものを解禁しましたね。この研究で追加された各種素材の生産ラインは、また今度作るとして、装備の強化に必要なものだけを、まっすぐ作っていきます。緑色のサイエンスパック、搬送サイエンスパックは、低速搬送ベルトとインサータという、すでに量産してあるものだけを材料に作れるので、手作業で必要個数分だけ作っちゃいます。そして、軍事技術2の研究を完了しました。これで追加される、貫通弾薬というものが、巣の退治に役立つのです。通常弾薬より、もっと強い弾薬ですか？貫通弾薬の生産には、鋼鉄が必要になります。ということで今から、鋼鉄の生産を始めましょう。ボブズモッドでの鋼鉄作り、かなり面倒なんですよね。バニラでは、ただ鉄を焼くだけで作れましたっけ？普通に考えて、鉄を焼くだけで鋼鉄になるはずがないんです。本来は、ちょうどいい塩梅の酸素が必要になります。
質のいい鋼鉄作りには空気をいかに送るかが重要になってくると、どこかで聞いたことがありますね。ということでまずは酸素を作りましょう。空気じゃダメなの？ダメです。蒸留所で純水を手に入れます。飲むのにぴったりですね。純水を飲んだら浸透圧の関係でお腹を壊すぞ。じゃあ注射しましょう。純水こと注射用水は常駐菌器ってご存知でない？そしたら石を炉で精錬して石レンガを作りまして、それを材料に電解槽という装置を作りました。これで純水を電気分解します。水を電気分解したら何ができるかみんなはわかるかな？そうだね、青酸カリだね。焼肉連れていかないよ。不衛生許してください。はい、水を電気分解してできるものは水素と酸素ですね。水素2に対して酸素が1。この酸素を鋼鉄の精錬に使います。水素はどうするんです？今のところ使い道がないので、どこかに貯めておいて適宜手動で捨てるしかないかな。水素水が作り放題。とりあえずスモール貯蔵タンクというものを作っておいて、これをつなげて水素を貯蔵してもらいます。それでは次に化学炉というものを作成。また石の炉の色違いだ。石に加えて鉄のパイプが必要なちょっと高めの炉です。これを設置してみると普通の炉とは違って液体や気体の搬入口がありますよね。青い矢印が出ていますね。ここにさっき作った酸素をパイプを通じて搬入するのです。酸素と鉄板と燃料以上の3種類が必要となります。ということで鉄板と燃料を入れると鋼鉄の生産が始まりました。と言ってもまだほとんど手動ですけどね。ガリ化灯ですから弾薬に必要な分だけあればいいのです。無駄は作らない SDGs。 木材をバンバン燃やしてる人に言われても。ということで鋼鉄が作れましたので貫通弾薬およびヘビーアーマーを作成します。ヘビーアーマーは防御力の高くなった防具でしょうか？ザッツライト。銅板100枚、鋼材50個を使って作る重厚な防具です。装備したら重すぎて動けなくなりそう。ということで武器と防具両方の強化ができました。これならばきっとファイターの巣を退治することができるでしょう。次回は虫退治からですね。ゆかりさんの敗北楽しみにしていますよ。なぜ負ける方を期待されにゃいかんのかといったところで今回はここまでです。もしよかったらいいねをお願いします。ではでは、 See you。